アクソンは、アメリカ合衆国アリゾナ州、スコッツゲールに存在する、セキュリティ関連企業。ワイヤーバリ射出式、スタンガンである、テイザー10の開発企業、かつてのテイザーインターナショナルとしても知られる。テイザー X26 テイザー X26 を、発射した瞬間、ワイヤーと針が射出され、個体識別用の紙片を撒き散らす。 アクソンは主に警察や FBI といった法執行機関向け装備品の開発、販売、同社製品を使用した訓練、また自社のウェアラブルカメラで撮影した動画をクラウド上で管理する業務を行う。アクソンは100以上の国にネットワークを持ち、その製品は1万7000を超える法執行機関で採用されている。また、同社のテーザー銃は発射した2本の針に通電し、 電気ショックによって対象を制圧する武器として有名。口述の通り、アメリカ国内では民間向けモデルも販売されている。テーザー銃は NASA の研究者だったジャックカバーによって銃器を代替する必死性兵器として1969年に開発が始まり、1974年までにトム・スウィフト・エレクトリック・ライフルと呼ばれるプロトタイプが完成した。これは トム・スウィフトと、電磁ライフルという小説にちなむ命名で、後にザーの発音をより容易にするために、A を加えた、テイザーとした。しかし、発射薬に火薬を使用していたことから、1976年に、アルコール、タバコ、火器及び爆発物取締局によって銃器に指定されてしまう。これにより販売は著しく制限を受けた上、 ロサンゼルス市警などのごく限られた警察しか試験採用しなかったため、ジャックカバーの設立したテーザーシステム社は倒産し、テーザートロンに社名を変更の上で売却された。1991年、リックスミスとトムスミスの兄弟は、ジャックカバーと共にエアテーザー社を設立し、1993年に最初の製品、モデル34000を発表した。これは、 テーザーシステム社の失敗を踏まえ、発射薬に火薬ではなく圧縮窒素を使用することで民間向けにも販売できたが、くしくもテーザートローン社との熾烈な競争に直面することとなる。テーザートローン社は自社がテーザー銃を放執行機関に売却する排他的権利を有しているとして法廷闘争に発展したが、最終的にテーザートローン社の主張は退けられた。 エア・テーザーは、社名をテーザー・インターナショナルへと改め、2001年には680万ドルの負債を抱えたが、警察官向けに自社製品を用いた訓練費用を負担することで、市場シェアを拡大させることに成功し、2003年までに、純売上高2450万ドル、2004年には6800万ドルに達した。テーザー・インターナショナル社は、 テーザートローン社を買収し、競合他社に対しても、積極的に、法的措置を取った。テーザーインターナショナル社による一連の特許権訴訟は、2014年に、スティンガーシステムズとその後継である、カーボンアームズを廃業へと追い込んだ。アクソンボディ2000年代よりテーザーインターナショナル社は、ボディカメラと呼ばれる、高執行機関向け記録用ウェアラブルカメラへの、参入を加速する。 2005年にテイザー10のアクセサリーの一つとして開発されたテイザーカムは2010年までの5年間で4万5000個を売り上げた。2008年には同社初のウェアラブルカメラアクソンを発表。2015年6月、ウェアラブルカメラとその動画データの管理、分析など、同社のウェアラブルカメラ事業を統括する新しい部署をシアトルに設立することを発表。 2014年に発生したマイケル・ブラウン射殺事件以降、法執行機関向けのウェアラブルカメラ事業は急成長を続けており、2017年現在ではウェアラブルカメラ関連事業が同社における事業全体の4分の1を占め、アメリカ都市部の警察では85%のシェアを得ている。2017年4月、アクソンエンタープライズへと社名を変更するが、 テイザーの名は、同社製品のブランドとして残すと発表した。2018年6月、中国の商用ドローン世界最大手 DJI と、法執行機関向けのドローン販売で、独占的なパートナーシップを結ぶプログラム、アクソンエアーを発表した。テイザー M26 アメリカの非営利組織、警察行政研究会議の2009年の調査によれば、テイザー10の使用によって、 警察官の受傷は76%減少した。一方で、これまでにテーザー10が多くの死亡事故、事件を引き起こしたことから、非地姿ではなく、定地姿性レスリーサルと呼ばれるようになっている。また、児童虐待や拷問に用いられる懸念もあり、その安全性について議論を呼んでいる。詳細は、スタンガンの項目を参照。また、 警察用のウェアラブルカメラについても動画データの解析に人工知能を活用するアクソン AI を立ち上げたことは歩く監視カメラであるとして市民に対するプライバシー侵害の可能性をアメリカ自由人権協会から懸念されている。ありがとうございます。